ありがとうございました。非常にこの奄美の、雰囲気というかですね、我々を迎え入れてくれた雰囲気とか、そういうところは非常にありがたく感じております。ちょっと試合内容の方がなかなか我々のペースにならなかったというところでは非常に残念ですけれども、まあ、一つここで試合が開催されたということは我々クラブにとってもやっぱり大きいことだと思いますし、まあ、本来ならば8ゲームをお見せしたかったんですけれども、またこれからですね、我々のクラブを知っていただくためにもいい機会ではなかったなというふうに思います。ゲームの方ですけれども、やはり立ち上がり少し今まで良かった部分の入り方っていうところがあまり良くなくて、相手のシンプルなところ、やっぱり大きなボールに対して少し全体が間延びしてしまって、セカンドボールに対しても相手の方が早く、まあ、そういったところから少し冷静に前半になったというところで、まあ、失点をしてしまったというところです。もっと積極的にこうプレーをしようということを試合前に言ってたんですけれども、少しこういう相手の、まあ、勢いというかそれに少し押されてしまった感はあるんだけど、特に前半ですけれどもありました。まあ、後半、まあ、メンバー入れ替えて、メンバーというか交代も含めて、少しボールをつなぐという意図で後半入りました。まあ、流れは悪くなかったし、追いつけて、これからという時に、やっぱりスタートというところですね、セットプレーで、失点してしまったのが全てかなというふうに思います。その後も、まあ、なかなかそのバランスを保つことができずに、ちょっと相手に、まあ、カウンターを何本かやられてしまったというところで、まあ、悪い落ち入り方というんですかね、そういったところが、まあ、今日は出てしまったかなというふうに思います。